皆さんどうも、Taka-simです。今回はですね、北陸3県の県庁所在地の中心市街地の都市景観比較していきたいと思います。まず映像の方映っておりますのは、福井県の県庁所在地、中核市に指定されております、人口26万人ほどの福井市中心駅の JR 北陸本線福井駅前の様子となっております。新幹線開業予定の1年前の映像となっておりまして、ご覧のように高層建築物が駅前に建設中というね、再開発真っ只中の福井市中心市街地となっております。福井駅から西側の方に中心市街地発展しておりますので、そちらを移していきたいと思います。駅前には福井県らしく恐竜、大小3カ所ほど設置されていたりしましたけれども、駅前ロータリーの周りにもビジネスホテルだったりね、いろんなお店が並んでおりまして、で駅から西に中央大通りというね、メインの道路伸びているんですが、その北側には今映しましたように県庁とかがね、映っているところあったんですが、こんな風にお堀の中に入っているということで、まあもちろんもともとね、お城がこちらにはあって、城下町として福井市歴史的に発展をしてきて、昔はですね、日本の中でもかなり都会的なね、要素が強くて、まあランキングで上の方だったような町になるんですけれども、まあ現在ではまたですね、新幹線が通って再開発が進んで、北陸の中でもね、より地位が高くなるといいますか、都会度が上がるような場所になっていくかと思います。再び、町としての力がね、強くなって返り咲くといいますか、そういうことを期待したいですが。で、その駅前の中央大通りから西に進んでいったところ、大名町という大きめの交差点がありまして、福井鉄道のね、路面電車が走っていたりするんですが、その交差点から北に県道30号線フェニックス通りというね、路面電車のある通り進んでいっているところになります。ご覧のようにこちらの通り、高めのオフィスビルですとかホテルというのがまとまっておりまして、福井市の中でもね、特に都会的に感じられる通りの一つとなっております。これに駅前のね、再開発で立ちます高層ビルが合わさりますと、本当福井市の都会度っていうのがね、なかなかのものになりますよね。そんな福井市ですが、今映しておりますように、歓楽街のエリアというのも立派に伸びておりまして、フェニックス通りから1個奥に入ったところに伸びております。こちらが俗に片町と呼ばれているところ、住所的には順化という場所になっております。こんな風に一つのやや太めの道に細長く歓楽街伸びているように見えるんですが、サイドの方にもね、結構その飲み屋のビル街っていうのは広がっておりました。で、再開発エリアのね、ちょっと南の方行きますと、このようにね、昔から発展している市街地中心部っていうのが広がっているんですが、映画館だったりアニメイト、あとこのように西武百貨店のデパートなんかあって、でこちらにはね、そのタワーレジデンスっていうふうに案内ありますけれども、またこちら完成する時にね、駅前の景観改めて見たくなりますけれども、その西武からね、駅に寄ったところ、アーケード街が結構いくつか伸びていて、こちらガレリア元町というところで。で、さらに駅のすぐそばにはですね、複合商業施設ですとか博物館、プラネタリウムなんかありまして、昔ながらそして現代的な都会度が入り混じる福井市中心部でありました。続いては石川県の県庁所在地で中核市等に指定されている人口46万人、北陸地方最大級になります。金沢市の中心市街地見ていきたいと思います。映像の方映っておりますのは中心駅金沢駅前の様子になりますね。北陸本線のほか IR 石川鉄道に北陸新幹線と、こちらは、北陸新幹線がね、すでに開業していて、現状、終着駅といったところですよね。駅前鼓門や高層ホテルや商業ビルなんかがね、立派に並んでいたんですが、金沢市の中心市街地というかね、賑わっているところというのは結構駅から離れたところに伸びておりまして、現在歩いておりますのが国道157号線、100万石通りっていうのを、これ駅から離れるようにして南側に進んでいっているんですが、途中ね、エムザというデパートあったり、大道町市場なんかね、観光地あったりするんですが、そういったところからずっと南に進んでいきますと、かなり立派なオフィスビル群が伸びていたり、新聞社の大きめの建物ですとか、あとはですね、この辺り、だいぶ繁華街感強まってきましたが、香林坊というね、地域になります。台場のデパートがあったりですとかね、複合商業施設が複数見られます。で、こんな風にさらに進んでいきまして、アーケードがね、歩道の上に設置されている風になりますが、道路反対が片町キララという、これ片町という地域になるんですが、また複合商業施設がありまして、こんな風にオフィスビル群と大型店舗っていうのが複数集まっているっていうのが、この北陸最大級の都市金沢市のね、強みを表していると思います。で、その片町からね、ちょっと奥に入っていきますと、ご覧のようにまたアーケードがね、伸びておりまして、商店街がね、結構おしゃれな服屋さんだったり、ジム、あとアニメ関係のお店だったり、そういうスクールとかですかね、みたいなものを見た気がします。あと飲食店とかカフェもおしゃれなものが多く、金沢の上品さっていうのを表している商店街になっていると思います。石川県昔の加賀藩っていうのはね、前田利家が織田信長からのと一国を与えられたことに始まりまして、その藩政時代っていうのは、前田家藩主が豊富な財力と文化的土壌を活用してね、加賀藩を発展させて、金沢城とか兼六園とか加賀友禅とか九谷焼とかね、いろいろ観光スポット名物あったりしますが、その歴史的な豊かさというのが現代の石川県、そして金沢市にも現れていて、都市景観もね、立派なものになっていると思います。で、現在大きめの交差点を映しておりますが、そちらが片町交差点となっております。で、その交差点周り、ほとんどのエリアがですね、飲み屋街としてね、夜の街として発展をしている風になりまして、ご覧のように交差点近くのメインの通りから奥の通り、細いところにまでですね、夜の繁華街が続いております。メインの通り沿いには大手カラオケ店が見られたり、で、そこからちょっと入っていきますと、こんな風にね、料理屋さんですとか、あとホストクラブらしきものもね、看板ありましたでしょうか。細くどこか歴史的なこの歓楽街っていうのはね、歩くだけで楽しいなと思わせてくれます。で、やはりね、ホストクラブが目立ちまして、ホストクラブがね、多い街っていうのは私結構都会な街なんじゃないかなと思ったりするんですが、そんな北陸最大級の金沢市でございました。続いては富山県の県庁所在地で中核市に指定されている人口40万人ほどの富山市の中心市街地を移していきたいと思います。映像の方映っておりますのは町の中心駅、富山駅、あいの風富山鉄道、あと北陸新幹線や高山本線、で路面電車もね、富山ライトレールですよね。駅の建物の中に乗り入れて立派な停留所があってと、福井市にも遡りまして、福井駅の方もね、さっき触れなかったんですが、越前鉄道っていうのもそういえばありましたし、北陸の主要都市のね、駅っていうのはいろんな路線が乗り入れて大変立派なものだなというふうに思ったりしますけれども、で現在映しておりますのが富山駅南側、中心市街地側のね、様子になりまして、こちら駅前から駅振り返ったところ、ライトレールの電車が走っているとこ見られまして、でさっきの金沢もね、ある程度そうだったんですが、やっぱり北陸ということで雪が大量に降りまして、でこの撮影時ね、ちょうどその豪雪のシーズンとぶつかってしまいましたので、真っ白でね、美しい中心部の景観をお楽しみいただけたらと思います。で駅前の様子映した後に現在映しております通りが桜橋電車通りという道になっておりまして、ご覧のように大変立派なねオフィスビル群、そしてライトレールが走っているような通りになっております。富山市中心市街地、いくつかねメインの通りが駅前から南側に分散するように伸びておりまして、現在映しているのが上市大通り、これが駅から離れるように南に進んでいっているところになります。このようにアパーホテルのね大きめの建物も目立っていたり、あと飲み屋なんかもね目立っておりますが、この通りを南に進んでいきますと市役所ですとか、その通りの名前の通り富山城市の方につながっていたりするわけになるんですね。こちらの通りもオフィスビルなんか大変立派になりますね。富山市全体的にオフィスビルのデザインというのが上品で美しくシンプルシックといった感じでしょうかね。品のある街並みの中に、飲み屋とかが集まっているね、これ看板が色とりどりな部分もありまして、大人な雰囲気というのがねいろんなところに散りばめられている中心部となっております。今さっき映したのが鈴掛通りという道で、これからですね駅からちょっと南側に進んできまして、富山市でも屈指の繁華街総川というエリアを移していきたいと思います。今ねとても上品な複合商業施設のあるところ移りましたが、台湾のデパートがあるようなところありましてね、その奥に商店街とかがあったんですけれども、でその総川のねこれ西の方国道41号上市大通りのところをね軽く映しまして、高層ホテルなんかが目立っていて大変都会的でした。でこちらが総川通りと呼ばれるアーケード街ね、さっきの台場の奥の方に広がっているアーケード街となっておりまして、そのデパートの出入り口も映りましたね。割と大手のお店の数は限られていて、割合としましては地元のローカルなお店が多めでしょうか。でもこの台場の前のねガラス張りの建造物というか広場というか、とてもおしゃれですね。こうして3都市のね中心市街地の都市景観比べますと、それぞれに個性があって、どの町も都会的で、特に福井県は都会化がすごいですし、歩いていて楽しい北陸中心部でありますね。で富山市中心市街地もかなり立派なね夜の街というのが伸びておりまして、桜木町と呼ばれる地域にこんな風に広く夜の街が広がっております。さっきの総川からちょっと北側駅に寄ったところですね、こんな風にメインの通りからちょっと外れて飲み屋さん一色といった感じで広がっております。看板もかなり多く立ち並んでいますから、夜に歩いてみるとねかなりにぎわって明るそうな雰囲気かと思いきや、私そのカメラ回していないタイミングで夜にこの地域を歩いたことがあるんですが、結構ダークでね怪しげな雰囲気のある街で、それはそれで面白かったです。ということで今回は北陸3県の県庁所在地中心市街地を比較してまいりました。東海道や都市景観の違いなど思ったことをご自由にコメントしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。